どうもー、世界数少ない100億人のカラコンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、1月17日の朝です。朝です。はい、今日はですね、まあ、東京来て、まあ、何らかつく日、ね、今まで行ってたんですけど、で、今日も一応行きます。はい、ただ今までそんなにいい台を実は掴めてないので。掴めてないね。まあ結構ね、4、500人ぐらい並ぶんですよね、並ぶつくしで、はい。ただまあ、そこまで期待してないので、まあ一般入場でちょっとゆっくり入って、行こうかなとは思ってますね。はい。それぐらいでいいでしょう。ですね。あそこはね。はい。で、狙い台は何かっていう話なんですけど、まあ僕が昨日考えたのは、まず南国育ち。南国。はい。あれ、死んだりですよね、南国育ち。もしかしたら開けてくる可能性があって、開けたらかなり使える台になると思うんですよね。確かに。はい、だからそこ見たいなと。あと、この間西村さんが言ってた窓マギ。多分変わってないね、調整ね。変わってないですかね、多分ね。はい。で、まあ、あとは売ってないかもしれないですけど、まあ、北斗無双か漆黒とかね。感じですかね。そうね。はい。確かに南国いいな。ね。あと、眉は、バイオ負ける可能性ありますね。だね。この間の長野付き全然開けてなかったですけどね。ね。そろそろあるかもしれないですね。はい。そんな感じですね。じゃあ行きましょう。はい。行きます。自分次第でどこにでも行ける宇宙を突き抜けてどこまでも僕は笑うこの笑顔で世界どうもー。今日の結果発表していきます。ます。はい。どうしよう。なんだろう。今日の記憶が全くない。気抜けすぎじゃねえ。どうしよう。そんな、何、どっからない。ね、終始結果ってこと。いや、今日朝起きてヨーグルト食べた通りの記憶がないわ。それは覚えてるんだな、むしろ。まあ、はい、そうだな、まあ、思い出しながら行ってきますけど、うん、今日ね、奈良の強い特定日の店に行って例のな、ね、まあ、朝一刑事を見ていたわけですね、僕たちは。ですね。まあ、結構入っててね、まあ、北斗無双最初に埋まっちゃったんですけど、北斗無双の釘はもう激しめプンプンまで、ほんと本当だね。あれは打てねえ。誰が打つ の、みんな打ったけど。打てまへんな、あれは。打てないね。鎧がもう最低だったな、ね、あれは。へそも開いてないしね。近所はね、へそ良いんでね、まあ、いけるかなと思ったんですけど、結果僕の代が194回、意外と覚えてたよ。覚えてたな。西村さんが、まあ、20回ぐらいだったんですね。で、まあ、それやめて、じゃあお店変えましょうかっていう、僕がメッセンジャーに西村さんに送った、ちょうどね、2500ずつ使ってね、もうトイレ行ったんで、まあ、あって目を終わったなと思って、ちょっとギリギリで当たったんですよね。そう、当たった。当たったと思って、驚いたよ、僕自身も。そんな当たると思わなかった演出だったんですよ。その途中まではね、最初は緑保留でなんか、発展してんなと思って見てたら、急にキセルが来て、キセル来たのと思って、これは話変わってくるよって増えて、で、まあ見てたら、あれはありがと当たりました。で、悪魔の馬ボーナス、で、あの文字出るね、一番最初、はい、三段のメーカーに何度も見て、悪魔の馬乗り越せん、そう、あれが赤文字で、あら、あるんじゃないと思ったら、あって、そのまま爆連ですよ。あれ、トランピックはあるらしいですからね。あ、そうなんだ。もう赤で来た時点でもう確定かと思ってたから。トラがあるから多分確定じゃないと思いますけどね。あ、そうだ、ね、多分ですけど、初めて見たんじゃないかな、赤に。ぐらい珍しい気がしましたね。はい。で、11連ちゃんですね。なかなかですね、ゲージ11連ちゃんは。ねえ。表切れ玉で26,000いくつとか。確かに。いや、もうすぐね、刑事の連がね、出ますけどね、ス
スペック大して変わらないですけど、まあ何が変わるかっていうと、転落確率があんまり転落しなくなるんですよね。あで、まあ、同じデッドアライブシステムなんですけど、で転落しなくなって、その分、まあ、ダムが1500個になったと。2500個、1400個になったと。いやー、ちょっとね、流行んないと思いますね。物足りない気するな。ネームバリューだけでもしかしたらね、最初は盛り上がるかもしれないけど。そう、うん、あの一撃性がね、いいわけですから、うん、僕の予想はね、やっぱり北斗無双2みたいな感じになっちゃうんじゃないかなと。最初こそ盛り上がるけど、北斗無双2を撤去して北斗無双だけを残すみたいなね。全国的にね。うん、連動かねって思いますけどね、僕は。うん、そうな。それだったら刑事のね、新花の刑事2のアマデジ出してほしかったですけどね、僕は。あ、アマデジな。うん。出んじゃないの？なのかな。まあ、出ると思いますよね、さすがに。うん。先に出してほしかったですけど。うん。はい。まあちょっと残念だな。まあまあまあね。打ってみないとどういう感じが正確ではわかんないですけど。まあね。はい。うん、まあ、そんなことさておいて、はいはい。はい。で、まあ僕は、そのね、うん、まあ、店内ゆっくり、まあ西村さんも共有したかったので、あの、出た時もゆっくり、釘を見て回ったわけですよね。うん。だけどやっぱり、まあ、打ちたいなと思えるレベルの台がなかった。うん、なかったですね。うん、はい。で、窓まぎね、うん、2日間折った窓まぎの調整が変わってなかったみたいだったので、うん、打ちました、そこで。うん、はい。で、まあ、結果的に僕は今日、まあ、4回か5回しか初当たり取ってなくて、うん、2連チャンしたら1回でそれ以外全部単発だったんですけどまあその回るダイブを1日回せたので、うん、まあ、それは期待値詰めたという意味では良かったかなとは思ってますね、うんうん、そうだね、うん、あのダイブ毎日回したかったかな、うんうん、絶対あれ変わってねえよ、ずっと変わってねえよ、うん、ですね、25.5うん、ですね、うん、ずっと数えてましたから、はい、うん、ました、はい、素晴らしかったね、うん、そういうこと、はい、で、西村さんは、まあ、僕はその台打ってたので、うん、まあ、見て、うん、刑事もそんなに、まあ、2500個20回ギリギリとかで多分当たったところで、うん、シンフォ打ったんですね。そう、シンフォ、はい、うん、だからシンフォもシンフォもですぐ座って当たったんですね、多分。そう、あれは1000個ぐらい刺ったのかな、うん、うん、で当たった 4K 分ですね、はい、うん、で当たって回転数的には21とか、うん、もう全然回してる数が少ないんで全然参考にならないですけど、うん、はい、うん、まあ、風車ちょっとね最初いいなと思って風車の鎧がね、うんうん、と思って触ったんですけど、まあ、結構こぼれる、うん、ちょっと当てが外れたなと思って、うん、本当に23ぐらい回るのかなと思ってたんですけど、うん、ちょっと怖くなって、ね、結果やめたんですけど、そこで取った出玉としては、12連チャンと、その後、2ゲーム後に4連チャン、うんうん、で合計16連チャン、はい、うん、で、16,000発ぐらいかな、うんうん、を獲得しました。うん、適正でした、最高のスタートでしたね、はい、はい、で4万発のね合計ね、うん、ですね、はい、なんで今日はその最初の刑事とシニフォの出玉だけでまあ なんとか行きつないだっていう感じでしたね、うん、だったね、はい、うん、あれなかったらちょっと危なかったな、うん、まあ窓まぎマスターで良かったと思います、うん、と思います、はい、はい、っていう感じで、そんな感じなんですけど、今日の結果は、はい、今日もプラスで、はい、プラス4万8000ぐらいだったかな、だったかな、そんぐらいかな、うん、うん、はい、プラスです、プラスです、よかったと思います、あ、はい、3連勝だよ、これで、うん、最高だよ、はい、うん、しかも今日僕ね AKB アマデジの右シャンプーも拾ったんですよ、うん、うん、
まあ、結果は2ラウンド自体でね、球がまあ50個から60個からぐらいしか増えなかったんですけど、すぐ駆け抜けたんで、ね、30回転、はいうん、まあまあそれも良かったと思います。はい、はい、そんな感じです。はい、立ち回りは良かったですね、結果ね。まあ、まあ、刑事進行があるんだけど、そうですね、うん、うん、はい、まあそうですね、うん、ちょっと今の余談なんですけど、今日まあ一人で差し入れくださった方がいらっしゃって、うん、はい、ボルケニックス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 、すっごい話しやすい方が、うん、人そうですね、うん、レッドブルマン、コミュニケーション能力高そうな方ですね、だったね、うん、人そうだったな。はい、笑顔が素敵な人です。笑顔が素敵です、はい、しっかり握手をね、しっかり力握って握手してくれる方がいいですね。いいね、はい、手がすげえ肉厚だったのを覚えてるよ、で、僕はね、まあね、一応右打ちアップ見てもあるんですよ、結構ね、うん、で、行った時にね、店員さんと目合ってね、うん、目合って、まあ右打ちアップ探してるのを目外、目線外すんですよ、うん、あの見てて止まれたくないから、うん、店外したんですけど、ずっと僕のこと見てきて、うん、え、何何何と思って、はいはい、なんか注意されるのかなと、はいはい、あの分かんないけど、もういけないことじゃないですよ、別にいけないことじゃないですけど、うん、あんまりそんなスロットでいう俳優みたいな感じに思われて、はいはいはい、あのなんか注意されるのかなと、まあ、僕スロット自身ないですけど、うん、はい、名前呼ばれて、カラコさんって、え、なんで分かんないYouTube 見てますよ嬉しいね、嬉しいですね、うん、でもなんかちょっと複雑だよね、そうって、なんですよね、そうですね、うん、まあ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 ね、うん、うんうん、はい、Twitter 見てますよが結構今まで多かったですけど、 YouTube 見てますよっていうのはね、ね、はい、うん、はい、ありがたいです、ありがたいですね、だんだんとね、使命、うん、ついてきました、はい、これ今言っちゃっていいのか、これ見張りもいいかもしれない、ちょっと見張りしそうだから、はい、確かにね、はい、うん、はい、ありがたいです、うん、ありがたいです、はい、ツイッターで有名な人ね、有名人もありました、ツイッター書いちゃいましたよ、あ、なんだよじゃあもう後の忘れだな、僕は尊敬してやまないウラパルさんという方にもお会いできまして、めちゃくちゃいい人だった、その人も、ウラパルさんも、うん、よかったね、ずっと印象に話してますもんね、ウラパルさんなんですね、僕ね、うん、ずっと話してる、ウラパルさん彼女できちゃって、そうそうそう、マホルドってまたやってんの、それ何なんだよそれすごいですよ、ウラパルさんの想像は皆さんわかんないですか、すげえ、いや、うん、何でもさらけ出しつつってことできないですから、いいことも悪いことも、確かにね、うん、まあでもあれでしょ、あれ本当につけたんじゃないでしょ、そういうのは別にどうでもいいんですよそっか、うん、それはいいのね、うん、今のはあれですよ、本当にサンタクロースって本当はいないでしょみたいな、そうですよ、本当にそういう話だったんだ、本当に、うん、そういうことじゃないんですよ、あ、それは失礼しました、はい、ということで、やっとこ今日でプラスウィークに持ってこれました、はい、今月ね、今月プラス、うん、今月プラス苦労したけど、はい、よかったよ、うん、やっと半分過ぎてやっと、はい、うん、なるほど、で、明日で、明日はね、終日は打てないですけど、明日で一応東京最後という稼働になります。うん。はい。あ、明日刑事を打てればいいな。うん。うん、そうね。はい。打ちましょう。はい。なんて思ってます。はい。はい。そんな感じですね。うん。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。